兄ちゃんの朝顔。僕の朝顔は今年もたくさんたくさん咲いたよ。僕は生まれる前、神様から朝顔の種をもらったんだ。この種を植えるとにっこり笑った朝顔が咲くから、君も朝顔と一緒に精一杯生きるんだよ。そうして僕は雲の滑り台を降りて大好きなお母さんのところへやってきた。だけど僕は2歳の時重い病気になってしまった。それから僕は辛い治療が毎日毎日続いていった。そんなある日、庭に植えた僕の朝顔が満開に咲いた。それを見たお母さんと弟たちが大喜びしてくれた。僕が大好きなもの、それはメロンパンと恐竜とみんなの笑顔。僕はせっせと朝顔にお水をあげたよ。明日もみんなを笑顔にしてね。僕の朝顔には不思議な力があった。遠くからお見舞いに来てくれた人も朝顔を見るとにっこり笑顔になるんだ。心配そうな顔がパーッとにっこり。僕の朝顔はにっこり朝顔。ある日、僕は神様にこんなお祈りをしたんだ。神様、僕のこと覚えてくれてる？その日の夜、僕の夢に朝顔が出てきたんだ。君の頑張りはいつもそばで見ているよ。僕の病気のことでお母さんは時々泣いてしまうから、そんな時は僕がお母さんの涙を恐竜の真似をしてやっつけるんだ。僕はお母さんの涙が嫌いなんだ。いろんなお薬や注射をしても僕の病気は消えてくれなかった。痛いのがお母さんじゃなくてよかった。痛いのが弟たちでなくてよかった。僕は強いから笑顔で乗り越えるんだ。兄ちゃん、痛い？兄ちゃん、大丈夫？弟たちが心配してる。お母さんは寝ないでずっと僕をさすってる。お母さんに痛いのが映っちゃったら嫌だから、もうさすらなくていいよ。僕はみんなが笑顔でいてくれるのが一番嬉しい。僕には一番伝えたいことがあったんだ。お母さん、ありがとう。大好き。僕はお母さんにこの言葉を残して神様のところへ元気に「ただいま」って胸張って帰っていったんだ。おかえり。朝顔から君の頑張りをずっと見ていたよ。本当によく頑張った。君の朝顔は世界中の人を笑顔に変えていくよ。これからは神様と一緒に笑顔のお手伝いをしてくれるかい？僕はお母さんと弟たちのそばから
いなくなったけれど、新しく僕には大きなお仕事ができたよ。世界中のみんなを笑顔でつなげていくんだ。僕がいなくなった秋、朝顔から虹色の種がたくさん取れた。弟たちはこの種に兄ちゃんの朝顔と名前をつけた。弟たちは、兄ちゃんの朝顔いりませんか？と言っていろんな人に配ってあげた。それから種を風船につけて飛ばしたんだ。僕はそーっと風を吹かせて風船を悲しくて泣いている人のところへ届けるお手伝いをしているんだ。今僕は朝顔の配達で大忙しです。朝顔と一緒にみんなが笑顔の絆で結ばれますように。あなたのところにも兄ちゃんの朝顔が届きますように。